い、皆さん、こんみほでーす。クルーズ TV の、劇団みほりんワールドのちょっと番外編というか告知編ということで、今撮らせてもらってるんですけれども、ちょっとまずは自己紹介をしていきたいと思います。ちょっといつもの自己紹介していいですか。私のぜひどうぞ。はい、いつも心に納豆魂、金髪ショート童顔ショートみほりんこと高槻みほです。今回は、時空少女ピピの、主演主催、座長ということで、この時空少女ピピ再演で、皆さんを引っ張れるような引っ張れないような感じでみんなと一緒に楽しんでいこうと思ってるので、よろしくお願いします。みほりんでーす。はい、はい、時空少女ピピで葵役をやらせていただきます神木沙羅です。頑張ります。はい、頑張れ。頑張れ。はい、はい、皆さんこんにちは、エリポンこと葵エリカです。時空少女ピピでは伊吹役をやらせていただきます。チャームポイントは喋り方とか声とかなんですけど、本番ではド S キャラになるらしいのでド S キャラの練習を頑張ろうと思います。ぜひ見に来てください。はい、普段映像舞台ミュージカルを中心に女優として活動しております朝日ももかです。今回時空少女ピピでは、フレアチームっていうアイドルグループの、レイ役をやらせていただきます。よろしくお願いします。ももちゃん。はい、というわけでですね、始まるんですけれども、ごめん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 、ちょっと、はい、じゃあすみません、許可得たんで自己紹介させていただきます。初演に引き続き横山社長の役をやらせていただきます、佐藤俊久です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、というわけで時空少女ピピの舞台は、第1回目があったんですね、うん、第1回目は佐藤さん、その横山社長役が出てくれたんですけども、ちょっとね、今回再演で、はいはい、ちょっとキャストがギャラッと変わるわけなんですけども、まあね、タイムトラベルだからね。そう、タイムトラベルだから、ね、そうギャラッと変わるんですけれども、どう？ワクワク？いや、そうですね。なんで初演の雰囲気に縛られずにやりたいというか、うんうんうん、どんな風になるのか、規模っていうかその舞台の大きさも変わるし、うん、演出家も変わるし、でキャストも変わるしで。すごい楽しみだなっていうのはあります。はいはいはい、衣装も変わるしね。そうなんですよね。そう、そう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 、横山社長の衣装が実はないんですよ。横山社長、前回使ってた横山社長の衣装がないから、もしかしたらグレードアップするかもしれない。あー、そうなんだ。そういうことね。そうそうそう、衣装ないってもうね、だからみんなから言ったらそう、何も着てないことになっちゃうから、そうだ、ね、いやみんなびっくりしてる。すっぽんぽん、すっぽんぽんで出ることがねあるかも。ちょっとそれ困るよね。困る、ちょっと困る。自分紹介 NG だね。ちゃんと着ていただいて、はい、着ていただいてというわけで、時空少女ピピの再演で、まあ、なんで、なんか、まあ、やろうかなって思ったのは、まあ、今、こういう、まあ、コロナのちょっと時期もあったりとかして、でずっと、まあ、時空少女ピピの再演をしたいねっていうのと、あと、いろんなファンの方とか、私以外の方とかも、また見たいですっていう意見が多かったよね。結構好評をいただいて、好評をいただいて。そう、それで、まあ、やりたいなって思ってたけど、なかなか、そんな簡単にやれないじゃん、うん、舞台ってやっぱみんなで集めてとか、うん、本当に舞台ってやっぱイベントと違って、イベントは1日とか2日とかできるけど、舞台って本当にもう何十人っていう方と、本当にすごいいろんな方がやっぱ協力してくれないとできない作品で、でまあその時空所でピピ再演、まあ、できるってことになって、クラウドファンディングっていうのがあるんですけど、知ってますか？クラウドファンディングっていう、クラウドファンディングっていうのは、お客様が、まあ、一緒にちょっと参加型で、まあ、協力していただいて、まあ、そのご支援いただいたので、ちょっとこっちもなんかお返しというか、あるんですけど、まあ、そういうものを取り入れたりとか、あとはまあ配信チケットも用意したりとか、で、まあ、その物販も、
あの第1回目の時はそんなになかったよね、ブロマイドとか。ブロマイドチェッキかな、うんうんうん、チェキとブロマイドくらい、チェキとブロマイドと、あとはまあその特典でまあシールつけたよね、フレアとアポロの、うんうん、けど時空章でピピの、リターンズ再演、今回のやつはちょっと豪華にしたいなと思って、うん、物販を。なのでまあブロマイドだったりとか、まあちょっとアクリルスタンドやりたいねとか、ちょっと話してますんで、はい、お楽しみしてください。イエイ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 。そう、まあだからピピっていう舞台はちょっと佐藤さんどう、あらすじとかちょっとみんなに、あらすじ、うん、簡潔でもいいし、うん、ちょっと長くてもいいしみんなに伝われば大丈夫。だから宇宙人なんですよね、ピピっていうのは宇宙人で、うんうんうん、宇宙人少女3人組が、うん、まあ地球にやってきましたと、はいはい、でそこで、まあ、宇宙にはアイドルっていう存在がなくて、地球に来て初めてアイドルを知るわけですね、うん、で、うん、ああ、うん、素敵だなみたいな、うんうん、でなんやかんやなっちゃうぜ、そうなっちゃう、うん、で、うん、まあ地球に来た目的もあるのにアイドルもちょっとやりたいしどうするみたいなのもありつつ、うんうん、ちょっと男女のあおやおやあそこはみたいなそうねもありつつ、うんうんうん、であの迫力満点のライブシーンもあり、うん、はいはい、っていう感じで、はい、まあ楽しい舞台になってるよ ね、うん、だからライブシーンがとにかく迫力がやっぱあって、うん、でアポロチーム、その宇宙人3人組のピピポル、うん、ペルの3人組はまあこうちょっと宇宙っぽいダンスだったじゃない、うん、けどフレアの人間のアイドルチームのフレアチームは本当にめちゃめちゃかっこよくて、ダンスも激しくて、ダンス大丈夫そうですか？ダンス大丈夫そうですか？大丈夫だと思う。まあ五人組なんですけど、頑張るね。しかもね、頑張る、頑張る。先輩で、売れっ子っていう設定があるから、すごい頑張るというか、見せなきゃいけない側なんだよね。そう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 。けど私。稽古でやっぱフレアのダンスを見てたわけですよ、うんうんうん、一回もできたことない本当に一回もできたことなくて、本当にそれぐらい激しくて、うん、なんか規則的な振り付けがないから本当に難しかった気がする。アポロはなんかちょっと可愛い感じの、うん、なんかいやなんていうの、振り付けなんですけど、だから私はフレアのダンスがまたどうなるのかっていうのがすごく楽しみです、うん、はい、あ、ちょっと今マネージャーさんから8月5日あ、これ重大発表ですか、じゃないでしょうね、8月5日、ここでですか、ここで、あ、動画に、え、8月5日全部言う、全部こっちにしちゃう、8月5日制作発表記者会見後に、なんとクラファンを開始されます、イエイ、お願いします、はい、そうなんです。8月5日に、記者会見、記者発表があるんですよ。うん、なんで、記者発表、私もしたことないんですよね。記者会見か。制作発表会。制作発表会があるんですけど、どんな感じなんだろうね。すごい、緊張するよね。なんか、芸人さんが、言っていいんですかね。はい。シャバダバ富士山を、MC で今回富士山、そうです、うん、素晴らしい、そう、ももちゃんはねミスフラッシュの時にお世話になってて、はい、おお、え、今日初めて知ったことがいっぱいあって動揺が YouTube、 え、動揺が YouTube で、うん、ライブ、あ、ライブ配信をします、お、はい、記者会見の、ライブってことだね、うん、皆さんが見れるってことだよね、うん、そうだね、そうだね、いや、これないんですけど、これないんですけど、うん、あの YouTube で、あー、そうですね、ぜひご覧いただきたいですね、ご覧いただきたいと思います、緊張するね、どんな感じになるんだろう、ライブ配信後にクラファンもスタートする、そうですね、そういうことで、8月5日にスタートされるっていう感じですね、うん、
皆さん大丈夫かな、ついてきてこれるかな。ついてきてこれてます。まずあなたがついてこれてます。大丈夫大丈夫。いや私でも意外とついてこれてなかった。びっくりした。意外いろんな事情で、ね、ライブ配信ごめんね。意外じゃないと思う。意外じゃない。みんな多分あついてきてないなってなった。あ大丈夫大丈夫。まあでも本当ライブ配信があるんで皆さんぜひ見てください、うん、お願いします。あとはまああれですかね。ちょっと意気込みを一人ずつ。言って、うん、最後に終わろうかなって思うんですけども、はい、はい、じゃあ佐藤くんから。ああ僕から、まあさっきも言ったんですけど、その初演の雰囲気に引っ張られずに新しいメンバーで、あのまた全くこう新しい作品にしたいなと思ってます。よろしくお願いします。私はあのミスフラッシュ2021のご縁で、あのみほちゃんからこの機会をいただいたんですけど、本当にあの頑張り屋さんで、一からなんか全部、例えば音響のスタッフさんって全部でいくらぐらいかかるんだろうとか、あの演出家さん探すとかそういうところから全部自分でやってて、もうそのパワフルさがすごいなと思って、あの私はもう彼女にかけてるんでもう本当に少しでも力になれたらなって思って、あのこの舞台に参加したいなと思ってます。いいものにしたいと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとう。はい、私はあの今まで結構レースクイーンとかがレースクイーンをしてたので、演技っていうのが未経験なんですけど、なので今から結構ドキドキしてるんですけど、みんなに迷惑かけないように一生懸命頑張ろうと思います。ぜひ見に来てください。私は結構ミポリンと歴が長いので長いので、今回のピピに対しての思いとかも全部聞いてる身なので、もうこれをどうやって成功させようかを私は個人的にすごいずっと考えてるんですけど、まあ私がねできることはお芝居とダンスでお客様に素敵なものを届けることしか多分できないので、そこを精一杯ね、フレアのチームと一緒にいいライブといいお芝居をね、うん、お届けしようと思っています。ぜひ見に来てください。はい、高槻美穂です。まあ今回本当に時空少女ピピ、再演ということで、こうやっていろんな方がすごく集まって、もう私は正直楽しみしかなくて、なんかいろんな、例えばレースクイーンの子だったり舞台の子だったり、もうこうやっていろんな方がたくさん、芸人さんとかも集まって今回舞台をやるので、どんな化学反応が起こるのか今からすごく楽しみです。まあ、もちろん初めての座長っていうことで、やることもねすごく大変で、ちょっと初めてのことなんで皆さんにも迷惑をかかることもあるかと思うんですけれども、そんな時は優しく、大丈夫だよと言いながらみんなで前に進んで、みんなで一緒にね、こう今見てくださってる方も、今日観覧に来てくださってる方も一緒に時空少女ピピを盛り上げてもらえたらなって思います。もう絶対、素敵な作品にしますので、ぜひ見に来てください。お願いします。はい、というわけで、時空少女ピピ、9月14から18日全部で8公演あります。池袋シアターグリーンの、どこだっけ、ビッグツリーでやりますのでぜひ皆さん来てください。待ってまーす。待ってまーす。待ってまーす。それでは以上ミホリンワールドでした。で、じゃあみんなで締めようと思うんで、以上って言ったらミホリンワールドでしたでお願いします。はい、それでは以上ミホリンワールドでした。